はい、今回の動画はですね、狭小80分の1スケールダイキャストバスシリーズ JR バス関東いすゞエルガを開封したいと思います。ちなみにですね、東京都にある某中古店にて税込み2200円で購入しました。それではですね、開けていきたいと思います。それではですね、バスの方を前面から見ていきたいと思います。はい、前面の行き先表示は、このバスはですね、道場塾市海小学校前宇波街を経由して真岡鉄道の終着駅である茂木駅を結ぶバスとなっております。まあ、結構ね、難読地名が多いですよね。宇波街とか初見では読めないですからね。はい、あとですね、前面に緑の JR マークがありますね。なんで緑の JR マークかというとですね、JR バス関東はですね、まあ、JR 東日本グループのバス事業者だからですね。なので、JR 東日本と同じ緑の JR マークなんですよね。で、このバスはですね、ノンステップバスとなっております。で、ちゃんとね、このバスはね、ミラーがね、しっかりとついてますね。まあ、結構ね、この狭小の80分の1スケールのね、バスシリーズって結構細かいところまでね、しっかりと作り込まれてるんですよね。続いて左側面です。左側面はですね、こんな感じとなっております。青い帯にね、まあ、ツバメマークがあるのがですね、まあ、国鉄バスの時代からね、あまり変わってなくてね、なんか、国鉄の雰囲気を残した感じのデザインがね、いいですよね。まあ、結構鉄道だとね、なんか国鉄時代のデザインの雰囲気を残した車両って結構少ないんですけども、まあ、JR バスに関してはですね、まあ、国鉄時代の雰囲気を留めてるんで、結構いいですよね。続いて、側面の行き先表示です。このバスは、作新学院前から JR 宇都宮駅、道場塾、宇波街、市海小学校前を経由して茂木駅へ至る路線となっております。ちなみにこの路線はですね、なんと1日2往復しかありません。ちょっと違うルートを走るですね、荒宿横町を経由するバスを含めてもわずかね、3往復しかない珍しい路線となっております。続いて後ろです。後ろはですね、こんな感じとなっております。後ろの行き先表示は、宇波街、茂木と書いてあります。で、このバスはね、ノンステップバスとリアガラスにですね、デカデカと書かれております。でね、後ろにはね、白の JR マークがね、書いてありますね。で、あとですね、後ろのね、このランプのパーツはですね、クリアパーツでしっかりと再現されてますね。続いて右側面です。右側面はですね、こんな感じとなっております。なんとね、車内を覗くと、ちゃんとね、手すりや吊り革がね、再現されてるんですよね。まあ、結構ね、細かいところまでね、このバス作り込まれてるんですよね。続いて、屋根でございます。屋根はですね、こんな感じとなっております。続いて、床下を見ていきたいと思います。床下はですね、こんな感じとなっております。ちゃんとですね、後輪のタイヤがですね、ちゃんと2個ついてますね。まあ、結構細かいところまでね、しっかりと再現されてます。で、もちろんね、タイヤはゴムでできてます。で、ちゃんとね、このタイヤのね、溝とかまでしっかりと再現してますね。まあ、結構ね、細かいとこまでね、この狭小のバスシリーズって本当にできてるなって思いましたね。最後は、コマ撮りというか、走行動画です。またのご視聴をお待ちしております。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をすると便利です。